イジ・ストラドリンはアメリカのギタリスト、シンガー。モトガンズローゼズのギタリストとしての活動が著名である。インディアナ州、ラファイエット出身。イングランド、スコットランド、フランスの血を引く。ローリングストーン氏の2007年11月号の企画、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も過小評価されている25人のギタリストにおいて第17位。 ガンズローゼズ時代は、もう一人のギタリストであるスラッシュの影に隠れがちで、あったが、作曲において、バンドの成功に大きく貢献した。デビューアルバム、アペタイト・フォー・ディストラクションの収録曲12曲中、10曲に作曲者として名を連ねている。パラダイスシティ、スイート・チャイルド・オブ・マイン、ペーシェンス、ドント・クライ、ユークッド・ビー、マインといった。 ヒット曲はすべてイジーが作曲した楽曲である。ギターのトーンは太くあでやかなスラッシュとは違い、チャックベリーやキース・リチャーズのような小気味良いクランチが特徴。ソロアルバムでも軽快で爽やかなロックンドールナンバーを聴かせるが、パンクロックやカントリーミュージック、レゲエなどへの造形も深く、バラエティ豊富な楽曲を揃える。激しい一面を持つアクセルローズとは、 対照的に、物静かな性格をしていると言われる。この二人は同郷であり、ハイスクールの同級生として出会う。以降一時期を除き、ガンズローゼーズの形成期を共に過ごしている。問題児であるアクセルの長年の理解者でもあったが、バンド絶頂期の1991年11月に、正式に脱退。メンバー間の不仲や、巨大化したバンドへの危惧 自身のドラッグ問題などが主な脱退理由と言われている。1992年、ケフィンレコードと契約し、アルバム、イジー・ストラドリンザ・ジュ・ジュ・ハウンズをリリース。アルバムと同名のバンドメンバーは、イジー・ストラドリン、ジミー・アシュハースと、チャーリー・クインタナ。1998年からは、ソロ名義でリリースしている。一時期は、 ベルベットリボルバーのプロジェクトにも参加していたが、途中で離脱。ストーオンテンプルパイロッツのボーカリストのスコット・ウェイランドは、あの人は、どうやってあんなにも素晴らしい人生の平安を見つけたのか、とコメントしている。イジー自身、かつてドラッグ中毒で破天荒なロックンロールライフをしていた頃を振り返り、もうあんな生活はできないと語った。当時から、 ハノイロックスに影響を受けたと公言している。当時は問題児だったアンディ・マッコイはスターダムにのし上がった。この新人を自分たちの真似をしただけと評した。ガンズローゼス発の欧州ツアー時に両者が合流した際、自分を崇拝しつきまとうイジーに嫌気がさしたマッコイは大量の酒を勧めて酔いつぶした。翌朝、マッコイのホテルの部屋で起床したイジーは 全身に激痛を覚えたそうであるが、何があったかは、記憶にないという。そして、二度とマッコイに近づくことはなくなったそうである。当時、マッコイのバンドのギタリストだった、ジョードックからは、気の毒な男と称された。1988年の初来日の際、ドラッグのやりすぎでフラフラの状態のまま入国。エスカレーターから落ちそうになるが、スラッシュにつかまれ、運よく救われる。 この来日中には、東京見物のため一人で電車を乗り継ぎ、行方不明に。また、ガンズ初期には、ドラッグのディーラー役を務める。アクセル曰く、LA にヘロインを流行らせたのはイジーによる功績らしい。飛行機のキッチンで用を足し、逮捕された経験もあり。1991年5月、ユーズ・ユア・イルージョン1、2の発表を前にウォームアップツアーが行われたが、 この時点でイジーは他メンバーと別行動を取り始めたとされる。全英ツアー後9月、ドントクライのミュージッククリップ撮影に姿を見せず、彼、抜きで撮影された。アクセルはインタビューやライブなどでイジーにはすっかり騙された気分だ。ダブルトーキンジャイブは奴が書いた曲で、あいつ自身のことだ。など、たびたびイジーへの非難を残している。スティーブン・アドラーの脱退には、 冷淡な態度をとったが、イジーの脱退は想定外だった様子。アクセルは、イジーから脱退に関する申し入れがあった際、数時間を費やし残留の説得をしたようだが、一方で、おもちゃやバイクを買ったりせず、バンドだけに専念しろと誓約書を書かせようとしたと、される。それがバンドを辞める決定打になったと、インタビューでイジーは語っている。あとに、 アクセルは、同郷の幼馴染みであるポール・ヒュージというギタリストを、加入させ、イージーに次ぐ理解者との発言を残している。1991年の脱退時、バンドのメンバーには戻れないが、曲作りやツアーで困ったことがあったら、いつでも呼んでくれとアクセルに言い残したという。実際、インタビューでも、ガンズ用の曲をいくつか書いていると話している。1993年、 公認のギタリストギルビー・クラークの怪我によるツアー欠席時大役にイジーが一時復帰。バンド復帰とも推測されたが、アクセルとの関係は修復されなかった。イジーはご公演を消化したのみに終わる。1998年アルバム117度発表時にアクセルから助けを壊れれば、いつでも行く。しかしアクセルは相当頑固なので、素直に言ってくることはないと語っている。 2001年に開催されたロックインリオさんにガンズが出演した際、アクセルはマネージャーラグ・ゴールドスタインを通じて共演を依頼した。2006年、アクセルのインタビューによると、イジーとはつい最近話したとのこと。何を話したかは不明であるが、連絡を取り合う関係ではあるようだ。同年6月、英国で開催されたダウンロードフェスティバル2006と、 ガンズのパリ公演にゲスト共演している。2008年に発売されたチャイニーズ・デモクラシーのアクセル・ローズ・サンクス・リストにオリジナルメンバーでは唯一その名を連ねている。近年、ダフ・マッケーガンとスラッシュが曲の利権や印税の問題で数回アクセルを訴えているが、最も多くの曲を書いたにもかかわらず、イジーは訴訟を起こしていない。ありがとうございます。